流通におけるフランチャイズとは事業形態の一つ。一方が事故の称号、商標などを使用する権利、事故の開発した商品を提供する権利、営業上のノウハウなどを提供し、これにより事故と同一のイメージで営業を行わせ、他方がこれに対して対価を支払う約束によって成り立つ事業契約である。通常、権利や商標、 ノウハウなどを提供する側をフランチャイザーと呼び、受ける側をフランチャイジーと呼ぶ。外部資本を利用し、短期間で多くのチェーンストア店舗展開を進めることを目的とするため、フランチャイズチェーンと呼ばれることが多い。法的には、中小小売商業振興法などによって規制される。フランチャイズ事業とフランチャイズの本質は、本部と加盟店が特権、経営ノウハウ、 対価に関する契約によって共通の事業目標を達成するための継続関係であり、フランチャイズシステムの本質はこの継続関係を維持する組織のことである。そしてこの組織は本部と加盟店が中小企業の場合、大企業の市場支配に対して運命共同体の実覚により企業集団を形成しており、本部が大企業の場合は子会社に本部機能が作られて、 市場拡大を目的とした企業集団を形成する。適用される業態としては、コンビニエンスストア等の小売業のほか、ラーメンや弁当、ファストフードなどの外食産業、不動産販売、自動車の整備、近年では小型のフィットネスクラブ、学習塾、CD レンタルといったサービス業に至るまで多岐に渡っている。日本のフランチャイズ組織の特徴として、 コンビニエンスストアの比率が高いこと、サービス業の比率が低いこと、飲食業の規模が小さいことが挙げられる。世界初のフランチャイズは、アメリカで誕生した、ケンタッキーフライドチキンとされる。日本では、1960年代に、フジカヤダスキン、1970年代では、セブンイレブン、モスバーガーなどの外食産業が、フランチャイズ型の事業展開をしている。また、 明治時代に生まれた特定郵便局についても抗議のフランチャイズ事業であると言える。同じ名前の店舗であっても全てがフランチャイズ店舗とは限らない。実績を積んで成功した直営店を模範にフランチャイズ展開するのが基本であるため、外見上は区別のつかない同盟の直営店とフランチャイズ店も存在する。ただし、フランチャイズ展開を行うと、 FC 店舗数が急激に拡大、直営店に比べてその比率は圧倒的に FC 店が高くなる。廃業率の水準については、フランチャイズ加盟店の廃業率が非加盟店の廃業率を上回っていることが明らかとなっており、テリトリー券が付与された場合や加盟金が高くな、場合に廃業率が低いという結果が出ている。JR 九州リテールの運営するファミリーマートの店舗、 それを示すマークが店名の前に入っている。一般には同じブランドの店舗でも直営店とフランチャイズが共存することが多いが企業によって直営店中心の展開で補助的にフランチャイズ展開する本部に近い地域は直営店で遠方はエリアフランチャイズで展開する一部の実験店などを除き基本的にはフランチャイズで展開するなど 店舗展開の手法はまちまちである。中には、センチュリー21ジャパンのように直営店を全く持たず、全店舗がフランチャイズという事例もある。また、一般消費者向けのウェブサイトで直営店とフランチャイズ店を識別するためのマークをつける、店頭に運営会社名やマークを表示するなど、直営店かフランチャイズかを容易に識別できるようになっている例もあるが、 特段そういったものを用意していない例も多い。エネオスのガソリンスタンドの場合は、ポールサイン株及び店舗入り口上部付近に、フランチャイジーの社名やロゴマークを表示している。別の例としては、JR 北海道と大英の合弁会社北海道、JR 大英のように既存の大英店舗と区別するために、JR 大英という名前の別ブランドを立ち上げていた例がある。また、 鉄道系列の小売り5会社と大手コンビニが手を組んだ際、両社のブランドを足した独自名称を採用するところもある。さらに、一定の地域で他店舗を展開するエリアフランチャイジーも存在する。例えば、CVS イエリアはもともとサークル系サンクスのエリアフランチャイジーであり、120店舗以上を運営していたが、2012年2月末をもって、 フランチャイズ契約を終了し、翌3月1日からは、ローソンとの契約で、コンビニ事業を展開することとなった。また、ホッカホッカ亭では、九州や東日本のエリアフランチャイジーであった、プレナスと本部が対立した結果、プレナス側が、ホットモットという新チェーンを立ち上げ、当時あったホッカホッカティンの店舗のうち60%以上が、ホットモットに転換するという事態となったほか、 本部もホッカホッカティンのエリアフランチャイジーであるハークスレイの参加となっている。本部側にとってリスクの高い直営店では厳しい経営管理が要求され、本部にとってリスクの少ない FC 店舗はオーナーによる経営管理任せになることが多いので、直営店と FC 店では消費者へのサービスの差が大きい傾向がある。その一方で数年間にわたる店舗勤務の後に のれんわけのような形で、フランチャイジーとなることができる一番屋や、フランチャイジーの希望者に何度も面接を行いとの、オーナーの訪問も行った上でレポートを求める、モスバーガーなど、本部との意識共有を重視するフランチャイザーも存在している。FC 店舗は、フランチャイザーにとっては、低コストでの事業拡大を可能とする。すでに土地や店舗物件を有する形で加盟店が参入するため、 取得にかかる時間や費用を大幅に短縮できる。そのため、新事業を急速に拡大し、ブランドを確立するための方法として、様々な業種で採用されている。フランチャイズ展開後の収入においても、安定的なロイヤルティが見込めるという利点を持つ。一方のフランチャイジーにとっては、開業から実務に至るビジネスのノウハウを、比較的短期間かつ容易に身につけられる。しかも、 フランチャイザーが持つブランド力、マーケティング力によって、初期段階から安定した経営が期待できるという利点がある。このことから、フランチャイズは、業界経験のない人や大企業に勤務経験のある正社員が選択する傾向がある。また、フランチャイズ加盟企業の業績に有意な影響を与えるのは、業界経験のみであり、フランチャイズ加盟によって、 開業者の経営資源の不足が補われ、スムーズな事業立ち上げに寄与している。FC 展開はフランチャイザーにとっては、多数の店舗管理を必要とされるため、各フランチャイジーの質にばらつきが発生することがあるほか、計画通りの商品提供がなされない、事故のブランドイメージが傷つけられるといったリスクを伴う。また、フランチャイジーは直接の資本関係のない事業者であるため、 経営に問題があったと本部が判断したとしても経営者の交代や強力な改善などができない。フランチャイジーにとってもノウハウの他に店舗の増差を本部の指示の下で作らなければならない。外観等に関しては地元業者に使用書き通りの施行を要求すれば問題ないが重機備品は本部から購入しなければならないことが多いため実勢価格より高価となる場合も多い。 結果、開業に必要な資金は、加盟料等を加味すると独自に起業する場合よりも多く必要になる場合がほとんどである。販売、飲食業であれば、材料の仕入れを本部から行う場合も多く、割高となりがちである。例えば、同業種にあたるコーヒー店がフランチャイジー化した場合、それまでベーカリー部門を持つ。 地元業者から仕入れていたサンドウィッチ等を地域性に即した利益率の高いメニューだとしても提供できなくなる。この他にも賞味期限が迫った商品を独自判断で値下げして廃棄を防ぐという方法が禁止されると流通や事業展開において少なからず制約が発生しオーナーのオリジナリティを発揮することは難しい。またそういった本部によるマーケティング、立地条件 経営方針等に問題があったとしても、そのリスクをフランチャイジー側が追うことになる。契約内容にもよるが、原則として赤字状態であってもロイヤルティは払い続けなければいけない。上記理由により、フランチャイジーの出展したフランチャイズチェーンはフランチャイザーによるレギュラーチェーンよりも圧倒的に低い収益性となる。具体例としては、 大英グループ参加時代のウエンコジャパンが挙げられる。この会社は、ウェンディーズのフランチャイジーであると同時に、同業であるドムドムのフランチャイザーでもあった。フランチャイジー契約には、出店目標が設定されており、これを達成するために、ドムドムを閉店し、同じ場所にウェンディーズを開店するといったことも行われたが、フランチャイザーとフランチャイジーの収益性の違いのため、 店舗の経営は悪化した。現在、大英グループは、ウェンディーズは手放したが、ドムドムは保有したままである。フランチャイズ展開の特性が生む欠点以外に問題視されているのは、フランチャイザー側が経営の安定性、高収入、低リスクを前面に出し、慎重なマーケティングや、加盟希望者へのリスクの説明を適切に行っていない点である。そのため、 大きな負債を抱えて廃業するフランチャイズ経営者も少なからず出てきているが必ずしもフランチャイザー側の問題だけではなくフランチャイジー側が事業のリスクに関する十分な知識を身につけないまま開業したことが原因になっている場合もある損害賠償を求める経営者が増え訴訟を起こした例もあるフランチャイザーは事業成功の見込みが乏しいと分かっていながらそれを告げずに フランチャイズ契約を締結したとした裁判では、詐欺罪などの刑事訴訟ではなく民事訴訟になることが多いため、民法や商法のみに従った判断がなされることが多い。現在の日本にはフランチャイジーを保護する特別な法律はないため、契約に基づいたフランチャイザーに有利な傾向がある。そのため、店舗経営やフランチャイズ展開について十分なノウハウを持たずに、 認識の甘い個人経営者を標的としたフランチャイザー、あるいは加盟金を騙し取ることを目的とした詐欺行為も出てきている。また、フランチャイジーの従業員の過労死が問題となり、訴訟が起こされることもある。フランチャイザーとフランチャイザーの経営方針の違いが対立を生む場合もあり、セブンイレブンでは独自に深夜営業を休業したフランチャイジーとの対立が表面化し、 フランチャイズ契約解除をめぐる訴訟問題へと発展した。他にも、フランチャイジーで利益を出した店舗の近くに、フランチャイザーの直営店を出店させることで、フランチャイザー側はリスクの低い店舗拡大を実施できる。こういったフランチャイザーとフランチャイジーの競合が問題となる場合がある。コンビニエンスストア。ありがとうございます。